やっぱり、まあ、本当に嬉しいっていうのがまず第一で、まあ、ありがたいですし、まあ、あのレースに出るのは全日本で JSB 戦、まあ、吉村さんというすごいチームで走らせてもらって、それでテストではやっぱりあの MotoGP 開発、まあ、開発って言いながらやっぱ自分ではこうスキルアップっていう面もこう鈴木さんには言われてるんで、本当になんていうんですかね、いきなり環境が変わったっていうのもありますけど、本当に自分をこう大きく変える1年ではあると思うんで、まあ、あのすごいチャンスなんで、きっちり自分のやるべきことをあの見定めながら、あの行くときは行く、引くときは引く、経験ないところはこう無理していかずにきっちりあのいろいろ積み重ねてやるっていうのを忘れないように、まあ、この1年きっちり戦っていきたいなっていうのが第一ですね。あの全日本でトップ走られてる方々はやっぱすごい人ばかりなんで、その人らに勝つっていうのはすごい大きな意味があるんで、そういう意味でやっぱり絶対に勝ちたいなっていうのはあります。その人らに勝つことによって自分にこう自信をつけれるように、そのやっぱりすごいので、その人らをこう追いつけるように頑張りたいと思います。開幕戦の目標はやっぱりあの、まあ、あの社長とか監督には言われてるんですけど、まず第一にきっちり、まあ、トップグループについていくなり、ちゃんとしたところでレースして完走して自分にデータを持ち帰れって言われてるんで、全日本出させてもらう限りはやっぱり吉村さんで復帰、レース復帰っていうのもすごい大きなニュースだと思うんで、期待に応えれるように、まあ、応えれないようなことが絶対ないと思いたいんですけど自分ではまあのきっちりそれに向けて自分もあのシーズンオフずっと休むことなくトレーニングはしてるんで、まあ、あのアメリカ行くこともそうですし、まあ、毎日のように、まあ、トレーニングするっていうのは当たり前なんですけど、練習したりするっていうのは当たり前で、まあ、きっちり応えれるように日々そういうふうに心がけて、小さいことでも心がけて、まあ、やっぱり勝たなきゃダメなチームですから、それに向けて自分が日々こう考えていきたいなっていうのが第一ですね。だから、はい、とりあえず応援してくださいっていうだけですかね。